左がランキング1位井上尚弥、右がランキング2位フィリピンのヘルソン・マンシオです。さあ運命の第1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン・マンシオ。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。ですけれども、はい、やっぱそこを、ね、積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、どんどん攻めていってほしいですね。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎてという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあ、その言葉通り見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちが強すぎた。4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを、軽く左を出してくるマンショーです。さあ西岡さん、ナイスフックですね。フィリピンの選手の戦い方、何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。おー、ナイス、はい、今も振り回してきましたね。相手は効いてますね、効いてますね。あ、ここで効いている。さあ前に出た井上が、前に出た、左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、ナイスパンチ。いきなり、いきながら効きましたね。さらに右、マシに来てますよ。今日は打ち抜く右というのも話していた赤いグローブ怪物井上尚弥です。効いてます。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左ランキング2位フィリピンのマンション追い込むか。そうですね、井上、はい、さあ第1ラウンド、やっぱあるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃、はい、ここも左から右、そして左ボディ右、出てくる相手に右回していきます。石岡さん、はい、左右のコンビネーション、これ完璧なんじゃないですか。ここまで前回の試合よりだいぶ試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上の、その右のパンチ、さらには左のフック、ボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前哨戦、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出します。右だ、さらに左を重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、ここは続ける。ここで第1ラウンド終了、井上がいきなり圧倒してみせました。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返して、日本タイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの王座決定戦です。大振りできた、ショートの右を合わせます。そして右入れ替え、左、あれだけ狙われるとマンシオはやはりパンチも出せなくなってきますよね、はい、出せなくなりますか、はい、この階級の東洋太平が1位、そして2位がこのフィリピンのマンシオです。圧倒的な力差を今井上が、おう、ここは右を出してきましたマンシオ、井上サイドですけど、はい、お父さんの慎吾トレーナーによりますと、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。ーーーここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のボディ、バックステップちょっと距離を空けて、そこの引き際を打つんですよね、はい、こういう感じ、朝日を狙ってると、はい、的確に、的確ですね、しっかりとパンチを出してきます、そしてそのパンチがヒットします。今日はそのつですね、しっかり足を、ナイス、地につけてしっかりパンチを打ってますよね、はい、西岡さん、はい、そしてボディという良さもこう今日は井上見せてますよね。上下の内訳もいいですし、あと、はい、その先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が、ニュートラルコーナーに追い込む、ガードメーカーの右、尚弥コール、両国国技館、ああ抜けてきた、それに対して右を返す、さらに左、マンシオもここを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪ランキング2位のマンシオ、それに対してここで第2ラウンドが終了しています。5ラウンド、尚弥がダウンを奪いました。川島さん、はい、ここでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね、はい、そうですね、はい、
今は、はい、無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くてなんか無駄がない。第3ラウンドが始まりました。しっかり流れを作って中盤 KO というそんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、はい、中盤までいかないかもしれない。見せてますよ、はい、ただここから満州がどれだけ、ね、タイトルの執念を燃やしてくるのかっていうのは、そうですね。今回は自分の成功そして家族のために戦うと話すヘルソン。ここにあ、ただちょっと川島さん、はい、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね、思いっきり振ってきますからね。そうですね、また結構あのフィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが、はい、避けたと思ったら食らってるっていうところも、ここはやっぱりね、こうしっかりガードして避けてボディーですね、いきましたよ。さあ、ただ今の左のボディー、ボディーです。そして右、井上尚弥、相手を見つめる。今度はマンションのボディーだ、左のボディー。さらに井上が返していきます。今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左から、そして動きながら左を出します。井上尚弥、今日はあえて接近戦も交えて、そしてこのマンションを戦います。ここも接近戦からボディー、狙ってましたね。返しといて隙を狙ってそこを打ちましたね。さあ、マンションが下がり始めた。マンションボディー効いてますね。残りはあとは1分10秒。あ、ここで、上、ここでパンチまとめたいですね。あ、もうボディ相当効いてますね。ダメージが蓄積されます。さあ、今日のフィニッシュ。第4戦日本タイトル戦はチャンピオン田口の外出番の前に判定決着になりました。井上尚弥です。今日の井上ガードがいいですね。このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね。力、はい、というのが西岡さん、はい、攻撃のその切り替えがいいんですよね。非常に早いですよね。調整中非常にタフなんで、はい、じわりじわり攻めていってますよね。そうですね。ここも接近戦から、そして少し距離を取るか。じわりじわりダメージを与えて、そしてジュエイズというその2メートル取り切れた。効いてますね。マンションは下がる。あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない。マンションは耐えられるか。ここで第3ラウンド。さあ、世界マーク井上が距離を取って、すごいやっぱですね。あ、目ちょっと痛がってますね。さらに右のストレート、そして右、すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンションを圧倒しています。おお、ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左、右、さらに左を重ねるか。ただマンションもここは引きませんでした。西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けているそんな感じが井上からしますけれども、つながるその自信をつけたい、そう話していた井上。接近戦も使います、そして距離も取ります、ステップも使います、そして左も右もさまざまなパッチ。平野さん、はい、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんの慎吾トレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね。上げていきたいという話をしています。赤コーナーサイアナウンサーです。さあ、そのフィニッシュシーン、この体を流したところをちょっと狙いたいですよね、はい、いつもの得意のパターンですね。さあ、まずはそして左です、ここで、ね、はい、まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を全くもらいません。非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね。もっともっと、はい、追い詰めるというシーンも西岡さんありましたからね、はい、やはり打ち続けることでね、もっとそのボディも交えた攻めが出せるか。そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出るか。マンショー左目のあたりを切っているようです。井上のパンチのダメージがマンショーの左目に、ここはダメージを与えています。相手ボディでさ、平洋の戦い、このランキング2位のマンションの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、ね、話しています、ね、はい、世界に行ける内容ですよこれは。そうですね、威力、がなくなってきた。西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。上も下もノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥というふうにマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上ラウンド出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジが、もう足もちょっと定まらない。さあ、ここで右出てきたところにうまく右を合わせます。聞いた、聞いた、ここでまとめる。左、井上がさ、巻いてた。井上が巻いてる。ロングを背負わせる。さらに出せるか。倒れるまで。さらに右、残り30秒。ストップ。さらに右が出る。マンションを下がらせる。井上尚弥、世界に向けこのラウンド
見事にテクニカルノックアウト勝利で飾りました。すごい強い相手なんですけども、はい、いとも簡単に井上選手圧倒してみせました。そしてこの5ラウンド残り4ラウンドライフライ級新チャンピオン井上新チャンピオンとコールされました井上尚弥。